皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラフラオカワイデナの飛鳥カマイフです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は表現方法について説明します。先日、豊かな表現方法のためには目線が大切といったようなお話をしました。今回は体を使った表現方法について説明していきます。では体を使った表現方法について例を挙げて説明していきますね。で、例えば雨のハンドモーションだったとします。雨のハンドモーションは普通だいたい25センチぐらい下ろすことになるかなと思います。だいたい頭の高さから胸あたりですよね。で、これでもう表現はできる、十分できるんですけれども、より大きく表現を見せるためには何を使うかといったら、言うと膝を折ることです。で、例えばここで25センチ手を動かしたとしますよね。で、そこに膝を20センチだんだんと深く折ると、25+20で全体で45センチ雨を降らすことができます。このようにしてフラは表現を大きく見せていくんですね。では、はじめに普通に雨のハンドモーションを作っていきますね。右かほろで雨のハンドモーション、左で雨のハンドモーション、このような感じになります。で、これに段を入れていきますね。そうすると1、2、3、4、5、6、7。次に今度は高さを上げていく表現方法を説明しますね。例えばこの永遠の手なのがそれに当たると思うんですけれども、はじめ低く構えておくことで、本来手の高さ以上に、これ以上大きく手が広がらないのを、はじめ低く踏んでおいて、だんだん膝を伸ばすことで、よりこの手を高く上げているように見せることができる、よりダイナミックに見せることができる、こういう表現方法もあります。次、上がっていく方の例をしていきますね。永遠の手です。普通にするとこのような感じですね。これでも十分手を広げて上げています。で、それに対してダウンアップを入れていきますね。では下がっておいて、手と一緒に上がっていく。このように膝の曲げ伸ばしを使うことで、体を思いっきり大きく使って見せることができます。ぜひ練習に取り入れてみてください。今日は表現方法について説明しました。ポイントは、表現を大きく見せたい場合は膝の曲げ伸ばしを使うです。ありがとうございました。この動画を見て参考になったと思われた方は、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。またリクエストがあればコメント欄にご記入ください。では次の動画でお会いしましょう。